なんだ、貴様が頭ではないのか。当たり前だ、こちとらお前に殺されてんだぞ。ここはあの世ではない。俺の聖徳領域だ。心の中と言い換えてもいい。つまり俺たちはまだ死んでいない。命の価値が曖昧になって、大切な人の価値までわからなくなるのだ。大丈夫？いや、俺もサンダーとかファイヤーとかパワーボムとかできると思ってたから。パワーボムはできるでしょう。大見か。いや、やっぱ修行つけてもらうなら五条先生がいいと思ってたから嬉しくて。恥ずかしいな。ちっ、おめえもだよ。おーい、こっちこっち。やばー、あの目隠しどうなってるの。釘崎野原、喜べ男子、こう言ってんよ。金のこと気にせず上京するにはこうするしかなかったの。そんな理由で命かけられんの。かけられるわ。私が私であるためだもの。寝不足か。私は綺麗におしゃれしてる私が大好きだ。強くあろうとする私が大好きだ。私は釘崎野原なんだよ。されば勝ちの術式、強いなお前ら。でも残念、私との相性最悪だよ。通霊地方ともなり。しよっか。痛いのは嫌だろ。ならさっさと泣きながら術式解けよ。すぐに兄貴に送ってやるわ。一個でも落としたら殺すわよ。お土産は期待するな。死ぬ時は一人だよ。お帰り。でも君には聞きたいことがあるから、これくらいで勘弁してあげる。シャケ、タカナ、ぶっ飛べ。黒線を連続で出すのがすごいわけじゃない。2回以上出すなら連続、またはその日のうちでないと難しいでしょう。なんとかなりそうです。やめだ、やってやるよ。不完全。ブサイクもいいとこだ。おはよう。今の君はどっちなのかな。あんた、トシコ。五条悟、呪術高専で1年を担当してる。なんだよこれ。虎杖悠仁、君の秘匿死刑が決定した。別に何でも話してくれとは言わねえけどさ、せめて頼れよ。友達だろ。